どうしたらいいのか。わからないよ、わからないよ、どうしたらいいのか。鬼剣梅が有名なんですけど。鬼剣梅、大好きです、大好きです。今まだ北上なんですけど、岩手県は誰も連絡がないので、もう青森の方に向かおうかなと。今から八戸の方に、海沿いの方に一回行って、明日の方とかに行ってみて、実は僕よくしていただいてて、そっちの方も向かいたいんですけど、とりあえず今日は八戸の方に向かいたいなと思ってます。八戸の漁協の人に連絡して、そういう人が使えるのかっていうのをちょっと聞いてみたいと思います。漁業組合の人に。はい、南浜漁協です。山崎裕太のグルメテクニック、グルテク。はい、南浜漁協です。あ、ちょっとお聞きしたいんですけども。はい。釣りとかを、漁港とかでする場合に、はい、車の近くとかであればカセットコンロとかそういう火とかっていうのは使って大丈夫なんですかね。漁港の中でですか。そうですね、炭とかではなくコンロなんですけども。まあ、できればそういうのは避けていただきたいんですけれども、こちらでも必ずダメとは言えないので。ああ、なるほど。後片付けとかをちゃんとしてれば大丈夫ってことなんでしょうかね。まあ一応それは前提ですけれども。はい、はい、で、なんかすごく大々的にわっとやるとかじゃなくて、本当にちょこっと火を温めたりする程度なんですけど、はい、お味噌汁作ったりする程度なんですけど。まあ、はい、特にそういうのないんですよね、いい悪い。ああ、なるほど。だからちゃんとルールを守った上でやれば大丈夫って形なんですね。ですね。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、はい、失礼します。八戸に向かって、そこで魚が取れれば、まあちゃんとルールをちゃんと守って、まあゴミも出さずに、車の横とかでね、安全な形でできればなと。で、今日買ったものがあるので、釣った魚がなくてもそこでちょっとできるなと思っております。じゃあ八戸に向かいます。では、なんて読むんだろう、これ女の子の名前みたいな。北上えつり市。放送作家みたいな。北上えずり子というかね、まだね、雪っていう感じもね、ないからね、チェーン規制もまだなくてね。まあ北海道渡っちゃったらもうチェーンつけなきゃいけないんだろうね。フェリーでつければいいか。とかね、あっちはね、海風とかすごくてね、雪って全然積もらないんだよね。港とかそっちの関東とか海沿いの中でなんか名物ないかな。内陸のさ、今これ東武道だからさ、なんかあるはずなんだよね。あ、シワっていう今サービスエリアがレストランマークついてたね。そこになんかあるかな。ちょっと寄ってみようか。ここから規制速度120キロ区間だって。120キロ出していいんだ。いいね。俺若い時にね、スピード違反でね、すっごい音だったよ、オービスの。バチーンってもう、今誰か目の前で俺のカメラやったっていうぐらい、もうこの目の前でやったっていうぐらいね、夜だったんだけど。すごかったの、音も。それであれ、大月だったかな、確か。山梨県の。行きましたよ、その後。その、写真確認して、違反ですからね、っていうの。で、行ってね、今だったらさ、そういうのもニュースになっちゃってさ、なんかもう叩かれまくるんだろうね。でも確かにこう俺らの時代っていうか、結構今よりは全然緩い時代だったから、いろんなことがそれに慣れちゃってると、なんかこれぐらいさっていう感覚になっちゃうのも分かるよね、気持ち的には。だって今まで大丈夫だったものがダメっていうなってるわけだからさ。今まで大丈夫だったわけじゃないものもあんだけどね。120キロで走れるのマジで気持ちいいわ。明るいうちに着きたいな、八戸やな。サービスエリアがあるから、そこでちょっと見てみよう、何があるか。ロシアのサービス
生エリアには十割そばのとかあったら最高だね。サクッと軽く食べれるものがあったら、まあ、夜も食えるからいいよね。十割わかめそばうわ最高、あったらね最高ですよ。さあちょっと行ってみますか。あと1キロあったら嬉しい。十割そば、料理的な企画で前十割そばのやつやったじゃん。あのさ、すき焼きのやつさ、うまかったね。今思い出したわ。ちょっとまたやろうかな。すき焼きのタレのそば、あれが意外とうまかったんだよね。よいしょ。結局ね、なんかレストラン自体もやってなくて、トイレだけして出てきました。がっかり感が半端じゃない。で、ちょうど今と連絡が取れまして、とりあえず今日は動きやすいように八戸で滞在しようかなと。そのね、は私の青空っていうのは、まあ、さっき何度も説明してるけど朝ドラで行ったとこなんだけど、だってもう今からあれ22年ぐらい前だからね。1999年だと思う。いや、2000年20年近く前も、当時そのまだ50歳とかそんぐらいだったんじゃないかな。今はもう70ぐらいになってると思うんだけど、もうあの時の伝説の漁師の方とか多分もう70とかだったから、今ご存命だったらすごいなっていう感じの。そうね、そこでね100何キロのマグロとかさ釣れてさ、超でかいやつはそのまま出荷したりするんだけど、その骨とかだけ全部残ったやつをさ、スプーンでさ骨からこう削いでさ食べさせてくれた。めちゃめちゃそれがもううますぎて忘れらんないんだよね。いいお寿司屋さんとかで美味しい、もちろんマグロとか大トロ食ったことあるんだけど、それこそこの間の戦国寿司さんとかでもね、あの美味しい大トロとか、その時にさ、まあその朝ドラでしたからすごい良くしてくれて、町の人もで、俺役名がゲンっていう役名だったんだけど、おゲンちゃんゲンちゃん、おいだおいだ、今これスプーン取って食えるぞって言われて、めちゃめちゃうまかったね。めんつゆで食べたのよ。それ以来もう行ってないので、もう19年かな。ああもう海です、目の前海ですよ。来ましたね、海沿いですよ。もうちょい先行って漁港ら辺を攻めてみようかな。もうこっちは、おーいいですね、いいですね、目の前漁港っすわ。え、結構みんなここキャンピングカー止めて自由に使ってるんだね。うわすんごい車普通に止まってる。すんごい車がたくさん止まってんだよ。とにかく火使いやすいとこがいいな。よいしょ、疲れた。八戸まで来た、すんげえ疲れた。とりあえず釣りだけやるだけやって てかもう5時前なんですけど、もう暗いんすよね。釣れなかったとしても結構食べ物あるんだよね。今大丈夫ですよ。もし来るとすれば、うん、今はどこなの。今八戸。八戸。うん。八戸。八戸。明日はいるよ。あ、マジですか。うん、明日はいるわ。わかりました。じゃあ明日行きます。と同じぐらいになるかな。何時がいいですか、逆に。何時でもいいよ。一人だろ。たった一人ですよ。いや、全然全然寂しくない。そういう趣旨の旅なんで、毎朝検温とかはちゃんとして、それをまあツイッターとかインスタとかにもそれを上げて。あ、分かった。はい、じゃあ はい、連絡しようね。はい、分かりました。はい、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 じゃあ、はい、待ってます。はーい、はい、はい、ということで今連絡を取りまして、2時のフェリーかな。それを逃すともう次の日の朝までフェリーがないので泊まることになりますが、まあとりあえずちょっと今日は今日のことを考えましょう。ちょっと一回釣り場見てきます。はい。
朝7時の函館便なんですけど、すごい、みんな大量バター振ってくれてるわ。すごいすごい、あーすごいすごいすごいね。